はい、どうも、ちいさんです。ファイナルファンタジー10続きやっていきましょう。イエーイ、いきましょう。あー、出た、この音楽。なんかちょっと耳鳴りがするな、ブオーンって。これがエレベーターか。うわー、すごい、なんか機械使ってあるけど。もう機械の最たるものじゃん。超文明化。のかな、なんか流れ逆らってない、これ。どこだ、ここ、なんだここ。なんかまたスフィアあるけど。わかんねえこれ。あー、何もしない何もしない何もしない。押して、これあれか、来た道を教えてくれてるのか、これ。全然わからない。丸ボタンを押したらこうやって動くっちゃ動くんだけど、なんだろう、これわかんねえな。レベルのスフィアセットしてみるか、ここ。お、なんだ、あ、なんか橋ができた。ちょっとこれむずいな、これ。左側は行かなくていいな。あ、やらかし。あ、右と左の時があんのかな。わかんねえ、難しいな。トン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 。こっち行きたくて。どこだっけ、あれ増えたとこ。え、全然わかんねえこれ、チリが。あ、なんかついちゃった。なにここ、バリムズない。ムズいとかいう問題じゃないんやけど、もはや。これスフィア取ったらこれ動かんくなるんじゃない。行けるけど、あれスフィアいるな。ここが最終目的っぽいな。で、スフィアが足りない。一番下の一番奥が最終目的地か。そっちちゃうで。あ、まあいいか。どうなんねやろ。こっち何？あ、スフィアある。
のスフィアだ。あ、風のスフィア。よいしょ。あ、手前、ちょ、全部行ける、行きたいな。行けるとこ全部行きたい。あ、そっちちゃう。あ、もう一回戻ろう。一回戻ろう。真ん中のとこ行きたい、真ん中のとこ。もう。この、あの、そこ、もう一個ね、こう。超速くて行けないんだけど。ゲイ。この先なんだ。この先、あれ、来たことある？ここ。違う？ちょっと先がある。うわ、なんもね。あ、なんか上行ける道があるけど、これ行けないのか。そっか、よいしょ。のとこも全部行った方がいいのかな。一回戻って、一回上戻って、左行きたいな。あ、え、スフィアある。いや、もうはまんないっすよ。ベベルのスフィアか。いや、もうはまんないっすよ。オセルティだ、これ。あ、押せるわ。3つ持てるわ。有能。だったら3つ持って。3つじゃ、2つ持って。の、ティーダも。こんだけか。じゃ、いけるな。こっちでしょ。あの、一番奥に行こう。ここは選ばせてくれるんだよね、止まってから。はい、あ、タイミングミスった。難しいタイミングが、ちょっと早めに押してい いんだね。はえー、てん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 。なんだか鬼ムズだな。オッケー。で、ここにベベルのスフィア。お、ベベルって水な。あ、こっちじゃない、そっちじゃない。びっくりした、危ね。押すとこやった、これ。はい、あー、で、なんか歯のスフィアが出てくる。もっとこ、もっとこ。さあ、で、上戻って、あの、多分道が開けたあの場所にこのスフィアをセットすればいいんじゃないかい。もうなんかすごいな。楽する必要あるのかっていうところで機械使ってるから。右だ。あ、左になっちゃった。
こっちちゃう。難しいなタイミング。戻りの難しい。オッケー。あれでもこれ道ができたとこか。これ抜いたらワンチャン道なくなるのでは。そうだね、下の道がなくなるな。定かではないけど、まあ行ってみよう。楽しいけど、楽しいって言ってあれなんですけど、なんか心地いいんだけど、なんかちょっと怖いんだよね。なんかこう魂に訴えかけてくるみたいな。お、いけるぜ。やった。うっそ、まだ続くの。もしかして、うっそ、まだ続くの。あ、そんなこともねえや。HP スフィア。ユナはいる？多分中だ。多分じゃなくて確かめろよ。ダメだって中は。無理でしょ。そこは無理でしょ。今さら起きてもないだろ。わっ、あ、決まり。決まり。いいやつだな、本当に。ありがとう。掟に一番うるさかったのに。ありがとう。あれ？あの子供。何なんだ。祈り子だ。召喚師の心と重なり、召喚獣の力を授ける。エボンの秘術で取り出され象に封じられた人間の魂。あれもまた哀れな使者だ。ユナ、お前たちには裁判を受けてもらう。誰が裁くんだよ。
公平な裁きを期待したいものだろう。せいぜい祈る。いや、そんなこと言っていいんですか？老師がなんかせいぜいとか言ってバハムート手に入れちゃった。これセーブして。セーブは何も言われずにしてお願い。めっちゃ頑張ったんだから私。あいよ。これよりエボン最高法廷を改定する。やべえ、改定された。エボンの名のもと厳正なる真理を行う聖なる法廷である。裁かれる者よ、エボンを信じ真実を述べよ。ギルク・ロンゾ老師。召喚師ユーナ、汝はエボンの民を守る使命を帯びた身であろう。はい。ならば問う。汝はシーモア・グアド老師に危害を加え、さらにアルベド族と手を組み騒乱を起こした。これはエボンの秩序を乱す許しがたい反逆行為である。何故このような暴挙に及んだ？その意図を述べよ。それは真の反逆者はシーモア老師です。老師は父にミジスカル様をその手で。なんですと。おや、初耳でしたか。おい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 、そればかりか。シーモア老師はすでに亡くなっています。さまよう死者を異界に送るのは召喚師の大切な務め。ユーナは召喚師として当然のことをしただけです。マイカ総老師、どうかシーモア老師を異界へ。死人は異界へ、そう申すか。そりゃそうだろ。はい。老師、死人は異界へか。え？おいおい。さよう、わしも死人よ。な、え、マイカ総老師は賢明な指導者、死してもスピラに必要な人物。優れた使者による指導は愚かな聖者の支配に勝るのだ。生命は所詮虚しい夢、生の後に来る死こそが永遠。人は死ぬ、獣も死ぬ、草木も死ぬ、大地さえも死ぬ。スピラのすべてを支配するのは死の力に他ならぬ。逆らうだけ無駄というものよ。お前らが逆らっとるわ。ならば真は、私は召喚師です。父と同じ召喚師です。真がもたらす死を止めようと旅を続けています。それも無駄だとおっしゃるのですか。私だけじゃない、真に立ち向かってきたたくさんの人たち、その人たちの戦いも犠牲もみんな無駄なんですか。無駄とは言わぬ。確かに召喚師が何人犠牲になろうとも真は倒せ、復活を防ぐ術はない。なれど戦う者の勇気は民に希望を与えておろう。召喚師の生も死も決して無駄にはならん。コンテンツじゃねえんだよこっちは。無駄にはならんが解決にもならん。いかにも、それがエボンの真実。マイカ様、変わらぬことこそエボンの真実。
継続こそが物は異様だなおめえの真実。変だよ、おかしいよ。真実に異を唱える、これすなわち反逆者。マイカ様、最低なんだこいつら。出せ出せってんだこら。出れそうだけどね、聞いてんのか。その太さだったら無駄だ。吊るされてんな。ユナ、どうしてっかな。さあな。だが立ち直るさ、強い娘だ。そりゃそうだけど、立ち直ったって旅続けたら死んじゃうんだろ。スピラってさ、誰かが死ぬとか殺されるとかそんなのばっかだな。ああ、死の螺旋だ。あ、死を撒き散らす真に挑んで召喚士たちは死んでいく。召喚士を守るためにガードは命を投げ出して死ぬ。祈り子の正体は死せる魂。ほんとだよ。エボンの老子は死人、死人ばっかりやんけ。スピラには死が満ちている。真だけが復活を繰り返し死を積み重ねていく。永遠に巡り続ける死の螺旋だ。ああ、あ、出ろ。お前らの処分が決定した。処分？処刑の間違いではないのか。何を言う。親友を処刑するはずがなかろう。今さら。よく言う。決まりは？他の子らは？これ何させられてんの。ティーダ、さて次はお前か。どういう処分だ。何さっさと行け。どこに。みんなはどこにいんだよ。そこら辺に浮いてんじゃねえか。こっから外出れんの。おお、無事か。いたか、よかった。リュックもよかった。どういう処分なんだ。のたれ死に狙いってやつかもな。ここでかあ、人間なやり方。ユーナンは。わからない。ユーナンはさすがにここで待ってたら来るかな。来るか。なんかシーンもしそうだけどな。出口でもどう。あんのかな。え、そういう感じ。ロンゾの老子はどうした。私の父殺しがお気に召さないようだ。そらそうだろお前。所詮はロンゾよ。ロンゾは誇り高き戦士みたいな感じだもんね。頭が固いばかりで役に立たん。なんだとおめえら。それに比べて召喚士ユーナは大召喚士ブラスカの娘。生かしておけば利用価値はあります。あの娘はエボンの秩序を乱す。生かしてはおけぬ。やばい、ここで分かれてる意見が。かしこまりました。うそ。諦めろシーモン。あの錠剤の道に放り込まれて生きて出た者はおらん。なれど万一突破せぬとも限らぬ。出口に兵どもを配し、お前ら、あやつらが現れたら始末せい。念には念をだな。私にお任せを。おお、花嫁を手にかけると。花嫁じゃねえだろ。花嫁だからです。せめて私の手。ああ気持ち悪いわこういう男の英語。俺も行く。ほんで私を信用できぬと。父殺しの男を信用できるか。お前もそれちょっと引っかかってんかい。ご勝手。ユナ様、すまねえ。してるな。
罪人に次ぐ罪状の、じゃあ潜在の、道の各所には石板がある。通常の石板踏んでも反応しない。だが光る石板を踏むと光が差す方向にある別の石板の場所へ一瞬で移動できる。光の方向に石板がないと何も起こらない。はあ、やべ、ユーナは一人でこんなことになっちゃってんの。やべ、ユーナ動かせる。や、待って、ユーナ久しぶりすぎて忘れた。なんかも走り方かわいい。セーブは今んとこいいかな。踏んでも発動しないね。これどういう道になったの。これ敵出てくるかな。これあ、出てくる。しかもがっつり出てくる。こいつらなんだろう、属性なんだろう。水っぽくね。バハムート出してみよう。おいで、バハムート。綺麗。あそこに倒れてたやつだ。おお。力強い。大丈夫。すごい力強いね。すごい。かっこいい。二足出しかっこいい。でっかいな。インパルスって何？敵全体にダメージ。お、やっちゃえやっちゃえ。すごいの出してきた。なかなか、あれもクラウンだな。この子何属性なの。全部使える。おい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 、ブリザカとかも使えるぞ。もう最強やんけこいつ。ブリザカ、ブリザカは多分サンダー。バハムトおったら怖くない。かっこいい。オッケーオッケー。戦えるのは分かった。あら、なにこれ、なんか触っちゃった。ユナかわいいな。迷いそう。召喚士って一人でも強いな。さあ、ほいでバハムト。かっこいい。いやー、なんかやっぱ四足歩行とかもかわいいというか、かっこいいけど、二足歩行のこういうなんか羽生えて尻尾あってっていうのがかっこいいな。これもかっこいいな。でっけえ。マジで何も怖くねえ。あんな可愛い子からこんなごついの出てくるのすごいな。この先は何もなさそう。これがあれか、ユーナの罰か。入れないな。多分あそこに、わお、移動、瞬間移動してくるんだろう。シオン出しましょう。このゲーム本当にね、躍動感がすごくてさ、コントローラーのすごいブルブルするんだよね。痛いのダメージ。なんだー、いやー、
いいね、花があるよね、イクシオンは。あ、これ動く、ワガロン。どこかに出口があったはずだ。それを探すしかないな。ワガロン、よかった。探すしかないけど、道合ってんのかな。戻ってるかもしんないな。結局これアーロンいらないんだけどこれ召喚してまえばこっちのもんなんだもん。雷の人だ。やばい動きが。逃げてって感じ。もう、お、耐えたね。逃げて、もうみんな逃げてって感じ。ユーナ強すぎ、てか召喚獣が強すぎ。ユーナ君。あら、イサール。やはり君か。なぜここに。何平原で飛空艇から降りてベベルに来たら木の苦労士に呼び出されてね。反逆者を始末しろとの命令だ。やる気か。寺院の命令は絶対だ。たとえブラスカ様のご息女といえどやらねばならん。ユーナ君、残念だ。こいつ、召喚獣で勝負だ。イフリートだから、いや、ちょっと属性考えたけど、あっちに有利ってことはこっちにも有利になっちゃうから、反対属性になるから、ここはバファムートに。お前はまだベベルでな、まだ祈り子様に会ってないだろう。でかい。マジでけえよ。こっちの方が早い。そして
あれ絶対にやってくるでしょう。やばいやつ。一旦様子見るか。一旦様子見よう。あ、ここじゃダメだ。やっぱりお前の手はもう見えてんだよ。どうかな、これしんどいな。これ受けたことないからな。この地面こう掘り起こすときの音が好き私。おい、なんでお前普通にまたターン入るの私がそれしたら多分ターン入らへん。 OK、 ね、名前変わってる。コムシさんにコムシちゃんになった。ブリタが、全体攻撃じゃないね。OK、 避け方、もう一歩引くだけでもう避けれる。弱い弱い、ごめんねごめんね。次出してくるだろこいつ絶対。もうポケモンバトルやんけ。これイクシオンだな。あ、違う、ファルファーレだ。まだまだ。ファルファーレはね、無属性なのはずなんだよ。無属性来たか。いや、バハムトでいける。どっから来てんのこの子すごいとこから来てる。一回上登ってから下来てくれ。オーバードライブするのも手だけど、バハムートなー、ないからなー。バハムートちゃうわ、バルファーレ。怖いが、おっと足りねえぜ。じゃあファイナ、これで終わりかな。一発のダメージでけえ。ユーナ強いからか。はい、何これ引っかく、引っかく、弱い、弱すぎるイサール。さあ溜まったね。まあいいや、ええ、これ多分次来るな。コンタ丸見えよお前。これかっこいいよね、私好き。シューティングでいいっていうのが好き。コンタ丸見えなんだよ、イサール。お前よ、余裕じゃねえかよ。まだやんの、何戦すんのこれ。もう2点選手だよ私。お前も持ってんかーい、お前も持ってんかーい。来たんかよお前、お前も祈り子様に会ったのかよ。さあどうする、すげえの来たぞ。俺勝てっかな。引き下がるわけにはいかない。そりゃそうだよな、だってお前多分帰っても怒られるだけっしょ。いい
シオンの今シオンだった。さあおいでいくシオン。あの子も属性がないと言った。だから魔法を打たせるのがちょっと怖いね。挟んだバオタ、何してくんだろうあいつ。バオタだけかけとこう。これ多分しんどいされたら。で、あいつ溜まってないから。トールハンマーやって、その最後の3つに耐えれるかどうかがわからんけど、やってみる。でっかいな、本当にこいつ。本当に怖い。私もいつか兄が使えるようになるのかな。おい、倒れない。カウントダウン !4、3、なんだ、何が起こるの。何が起こるのこれ。2、もうちょっとでなんかしんどそうにしてるよ。1、これ来るよね。あー、やばいかも。なんか未知数だもんこいつ。エクシオ大丈夫か、耐えろ。ないないないな、どうなってんの。あ、全然耐えたわ。え、でもそれがさっきのカウントダウンっていうことで OK なのかな。あ、ぽいぽいな。あ、そうだわ、こいつ勝手に自分であれだ、あのゲージ貯めるんだ。さあ、やった。危な、怖かった。何してくるかマジでわからねえ。もうこれ以上はねえだろうね。あんたも逃げな、ドナと一緒に。寄らないでくれ。この先に地上への通路がある。ドナ逃げたかな。もう旅はやめろ。うん、やめな。次こっちかい。はい、というわけで今回こちらで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あずさんでした。